どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日は6月の25日、ちょっと見づらいですけども日曜日となっております。今ね、朝の9時半ということで、本日はですね、航空券無料キャンペーン、こちらに参戦しに来ております。でですね、昨日6月24日からこのキャンペーンね、始まってるみたいなんですけど、昨日ね、かなり現場混乱したということで、10時からね、キャンペーン始まるんですけども、今日はちょっとかなりね、早めにやってまいりました。まあさすがにね、この時間に来れば、まあ、ガチャは引けるだろうということで、ちょっとね、この後私ね、成田空港に行かなきゃいけないんで、まあちょっとね、早めに出てきたのもあります。ということで、朝の六本木はこんな感じです。ただいま9時30分、まあ、日曜日なんでね、人はかなり少ないですけど、ということで今ね、大江戸線の地下鉄の、六本木駅から六本木ヒルズまでね、歩いていきたいと思います。今日もめちゃくちゃ暑くなりそうですね。うん、今ね、ちょうど日陰をね、歩いてるんでだいぶいいですけど、これ日向になったらやばそうだな。はい、ということで、2、3分かな、はい、300メートルぐらいだと思うんですけど、歩いていきたいと思います。どんな感じなんでしょうか。まあ、10時に行ってね、引いてちゃちゃっと引いて、はい、で、空港に迎えるとね、非常にいいんですけども、これが2時とか3時とかになったらね、ちょっと大変だなっていうところです。では行きたいと思います。ということで、もう 2、3 分とか、本当に1分ぐらいで六本木ヒルズの中には来たんですけど、ちょっと場所はよくわかんない。さりげなくね、六本木ヒルズに来るのも初めてです。来たことあんのかな。まあ意図せず来たことはもしかしたらあるかもしれないですけども、六本木ヒルズを目的地として来たのは初めてですね。はい、ということで行きましょう。まあおそらく昨日の混雑から考えるとね、人は結構集まってると思います。まあこれは予想ですけどもね、はい、まあ日本人の方はね、まあ、混雑が予想されると多分かなり早くね、出てくると思いますんで、おそらく結構人はもういるんじゃないでしょうか。もう25分前までな、前なんでね、どうなんでしょうか。まあ、ひとまずね、ちょっと探したいと思います、会場を。なんか看板とかね、なんかあっても良さそうですけど、見渡す限り何にもないですね。一応地図を見てね、イベントスペースみたいなとこ今向かってるんですけど、何にもないですし、ちょっとある程度人がいらっしゃいますんでね、まあこれは普通にね、六本木ヒルズをに遊びに来た方も多分いると思うんでね、まあどのぐらいの方がこの目当てで来てるのかちょっと分かんないんですけども、キャンペーン開始まであと20分、どうなんですかね。めちゃくちゃ人いんのかな。はい、まあ、整理券がね、昨日も配られて結構あのカオス状態だったらしいね。ちょっと気になるところではあるんですけど、あ、でももう人がいるな。もしかしたらもう人が立ってるんであれかもしれないですね。はい、ということで行きましょう。あ、いるいる。あ、もう並んでますね。あ、やばい。はい、こちらですね。あ、これですね、キャンペーンのバナー的なのが。こちらです。はい、来ました。いや、もうめちゃくちゃ並んでますね。ということで行きましょう。では無事並び始めました。かなりの人ですね。どのぐらいだろう、だいたい100人ぐらいかな、並んでますね。もう何時から来てるんだろうっていうぐらいの人ですね。これからさらに増えそうですね。ご注意ください。
お時間になりました。ということで、無事ね、ゲットいたしました。見えます。10時15分。今ね、10時出すなんて本当に速攻来ますね。いや、早く来てよかった。状況としてはですね、今、こんな感じになってますんで、かなりね、人が多いです。もうね、反対側まで人がびっしりね、並んでる状態ですね。早く来てよかったですね。ということで、10時15分になったら、この場所にね、再集合ということですんで、まあそこら辺でね、ちょっと時間潰して、またね、来たいと思います。いや、早く来てよかった。まあこんな感じですね。人の流れは。結構いますね。200人ぐらいかな。もうちょいいるかな。まああのね、案内が少なすぎてね、皆さんね、どうしていいかわかんない人がめちゃくちゃ多いですね。しかもね、インスタのフォローしなきゃいけないのがまためんどくさい。先に告知しといてくれればね、あれだったんですけど、入り口でね、こちらインスタフォローしてください、その画面を見せてあの並べるみたいなね、そんな感じでしたんで、ちょっとね、あのそこは残念ポイントっていうかね、あの事前アナウンスしてもよかったんじゃないかなっていうところですね。ということで、ちょっと時間潰していきたいと思います。いや、早く来てよかった。それでは時間になりました。呼ばれましたんで行きたいと思います。では行きましょう。ということで、はい、引き返ってまいりました。なんとザンザカザン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 2等でした。残念、はい、当たりませんでしたね。ということで2等だったということで、今回ですね、こちらのこちらワッフルアイス、まあ、これかニラまんじゅうが選べたんですけども、まあ、暑かったんでね、こちらをいただいてきました。ということでいただきましょう。いや残念ですね。ちょっとね、早く来てね、わめちゃくちゃ良かったって思ってたんですけど、まあ、正直ね、今あの整理券が配られ始めて、まあ、10分、まあ、30分ぐらいね経ったんですけども、今ね非常に流れてますんで、まあ、そんな早く来なくてよかったですね。まあだからね、早く来た人は、まあ、並び損みたいな感じですね。まあどん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 ね、あの引き換える時間は遅くなるんで、まあ、早く来た方はね、ささっと帰れるわけなんですけども、まあそんな感じですね。はい、ということでいただきましょう。うまい。いやー、出たかったな。ということで、まあ、今回ですね、はい、航空券無料キャンペーン賛成したわけですけども、無事2等だったということで、まあ、今回の動画ねこんな感じで終わりますかね。この後私はね、成田空港に向かいたいと思いますんで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。いやー、残念でしたけども、非常にね楽しかったですね。またやってほしいです。まあちょっと燃油サーチャージ等々、ね、次は込みでねぜひやっていただきたいと思いますね。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。